清正、こたびの九州征伐、三成と共に赴くそうだな。お前は後方支援か。この大遠征、物資補給が肝となる。頼むぞ。ところで、お前は最近の三成のことをどう思う？やつは家康殿に敵意を向けすぎてはいないか。秀吉様の天下に家康殿はもはや不可欠。秀吉様がもしいなくなったら、家康殿にかかる責任はもっと重くなる。その時のために俺たちはもっと家康殿と密接な関係でなくてはならない。家康殿と敵対すれば、秀吉様のいない豊臣の家などあっけなく潰されてしまうからな。確かに家康という男は実力もあり人望もある。だが己の望みのためならば容赦はしないぞ。家が潰れるのが早いか遅いかの問題かもしれぬ。それでもお前たちはいがみ合うのか？俺はいがみ合っているつもりはない。あいつがただ俺の小言を鬱陶しく思っているだけだ。お前も三成に劣らず頑固だな。まあいい、お前とじっくり話せてよかった。これは家庭の話だが、もし俺と三成が喧嘩を始めたら、お前は三成についてやってくれないか。正則はおそらく俺につく。子飼いの中で一人ぼっちになるのは寂しいだろうからな。仕方のない男たちだ。